おはようございます、ケンです。今、テスラの動きをまとめて俯瞰すると、一つの大きな結論にたどり着きます。テスラは世界の3つの地域で、全く違う次元の変化を同時に進めているということです。北米では FST のバージョン14の無料トライアルが始まり、AI による運転支援のレベルが一段と進化しました。 ヨーロッパではギガベロリンが完全二高体制に移行し生産能力を大きく引き上げています。そしてノルウェーではモデル3とモデル Y が今年買うべき車に選ばれ評価が再び高まっています。一方でイギリスでは2028年から EV へ走行距離課税が導入されるというこれまでとは異なる政策転換が発表されました。今日もテスラに関する最新情報をお届けし、テスラが今 どの方向へ向かい、世界の自動車市場がどんなステージに入りつつあるのか、ここを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。では、まずは、この24時間で報道されたテスラに関する最新のトピックを噛み砕いて整理していきます。まずは、北米で始まった FST のバージョン14.2の30日無料トライアルは、ハードウェア4、いわゆる AI4 を搭載した最新世代の車両に限定されています。注目したいのは、 この対象を限定したという点です。これまでテスラは FST の無料体験を広い層に提供することもありましたが、今回は最新ハードに絞り込んでいます。これはテスラが 今の FSD の性能を最大限発揮できるのはハードウェア4世代であると認識し、その層に集中的にデータを積み上げたい意図があると考えています。次にヨーロッパの話題です。ギガベルリンがついに完全二項体制に移行し、生産能力を大幅に引き上げてきました。背景にはモデル Y のジュニパー、この売れ行きが非常に好調であるということがあります。テスラはしばらくの間、欧州市場での 需要がが落ちていいいいるるののでははなかあ競合 ev 勢を増していいるのではないか,あるいはかという声もありますしかし実際にはモデルワインのジュンパーの登場によってモデルワインの人気が再び加速していますしかもベルリン工場はヨーロッパだけではなくカナダなど他の地域にも輸出を行っておりグローバル供給基地としての役割を強めていますこれは単なる地域の需要対応ではなく テスラのグローバル生産戦略が変化しているサインでもあります。そしてノルウェー、EV 先進国として知られるノルウェーでは、今年の最も買うべき車として、モデル3とモデル Y が選ばれました。 特に評価が高かったのは、モデル Y のファミリーカーとしての完成度です。広いキャビン、十分な高速距離、安全性能の高さ、そしてリフレッシュモデルの内装の質感の向上、これらが総合的に評価され、家族持ちのユーザーから間違いのない選択肢として再認識されています。 ここで重要になってくるのは、ノルウェーが EV 市場として非常に成熟しているということです。つまり EV に慣れているユーザーが多く、選択肢も他社 EV も含めて十分に揃っているということです。その状況でモデル Y がトップに選ばれるというのは、単純に価格や高速距離だけではなく、完成度の高い EV としての評価、 これが確立している証拠でもあります。さらに最後にイギリスの政策転換です。2028年から EV に対し走行距離に応じて課税する制度が導入されます。 これまで EV は燃料税の対象外ということで、ランニングコストが低いことが大きなメリットとされてきました。しかし EV が普及するにつれ、ガソリン税による税収が減り、道路維持の財源が不足するという問題が浮上しています。そのため、イギリスの政府は、 EV ででも走ったた距離にに応じて税金を払ううという仕組みに転換したわけですこれは一見すると EV ユーザーにとってマイナスのニュースに見えますが逆に言えば EV が当たり前の時代に入ったとも言えます政策が普及前提で動き出しているということはテスラにとっても新たな競争環境に突入したという意味になりますしこのイギリスの政策転換は 今後世界中に広がっていく可能性も十分にあると思います。では、ここからはこれらのニュースを繋いでいきながら、テスラが今どの方向に向かっているのかっていうのを見てみたいなと思います。まず注目したいのは FST のバージョン14。これが示す AI フェーズの加速です。今回の無料トライアルは単に新規ユーザーを獲得したいというだけではありません。 運転手が介入するまでの距離が従来の約460マイルから5300マイルへと大きく改善されています。これは単なる性能の向上ではなく AI としての成熟度が一段上がったことを意味します。特に街中で介入が減ったという改善幅が大きいという点は FSD がより現実的なレベルでの自動運転に近づいている証拠です。そして今回の無料トライアルの対象が ハードウェア4のみであるということが重要です。テスラはここで未来の FST を支えるのは新しいハードウェア世代だと明確に位置づけています。これはロボタクシー構想の実現を見据えた布石でもあり、直近の数年で大きな変化が見えてくる可能性があります。 ただ僕としてはここは少し残念なところがあります。僕自身のモデル Y もハードウェア3です。ハードウェア3の車両を持っている人はね、たくさんいるわけです。このハードウェア3の車両をどうするのか、ここに対してももっと FST のライトを作るというふうな話もありますけれども、ぜひね、ここの層の人たちのことも考えてもらって、しっかりとハードウェア3は今後こういうふうにしていきますよっていうようなアナウンス。これもね、欲しいなと思います。では次はギガベルリーです。 この工場が二交代制で動き出したということは、生産能力が大きく増加するだけでなく、テスラの供給戦略がより柔軟でグローバルなものになりつつあるということを示しています。特にヨーロッパ市場での需要が強いことは、競合が増えている中でも、テスラが依然として強い選択肢であることを意味します。 モデル Y のジュニパーが完成度の高い EV として再評価されている点は価格競争ではないテスラの強みを示す重要なポイントです競争が激しくなる市場の中でモデル Y が選ばれるっていうのはテスラに投資をする投資家にとっても非常に強いサインと言えるのではないでしょうかさらにノルウェーでの評価も見逃せませんノルウェーの EV 市場は成熟しておりユーザーは EV のメリットだったり 実際の不便さ、これをよく理解した上で車を選んでいます。その環境でモデルバイがファミリーカーとしてのトップバイに選ばれたという事実は、テスラのプラットフォームが長期的に信頼されている証です。実はここ数年の EV 市場は、航続距離や価格競争からより総合的な使い勝手や安全性、そしてソフトウェアの良さへと判断軸が移っています。 これはテスラにとって大きな追い風です。なぜならテスラの強みは単なる EV メーカーではなくソフトウェアとハードウェアを投稿したプラットフォーム企業としての強さにあるからです。最後にイギリスの走行課税の話題です。これは一見ネガティブには見えますが実は市場が成熟したサインとも言えます。ガソリン車を中心とした税収モデルから EV 中心の税収モデルへ移行する動きは 今後他の国にも繋がっていく可能性が高いです。つまり政作環境も EV 前提で動き出しているということになります。こうした変化が起きるとユーザーは単に高速距離が長いだけでは車を選ばなくなります。むしろアップデートで進化し続ける車、維持コストの予測可能性が高い車、そして長期所有に耐えうる車、これが選ばれるようになります。この条件の中で やはりテスラが有利になってきます。 では、ここまでまとめますと、今回の一連の動きが示している未来は非常にシンプルです。テスラは次のフェーズに入りつつあるということになります。それっていうのは単なる EV メーカーとしての成長ではなく、AI、ソフトウェア、グローバル生産の最適化、そして市場の成熟によって生まれる新しい競争環境の中で、より強いポジションを取ろうとしているということになります。特に FSC のバージョン14の進化は、テスラが運転の自動化を現実的なレベル で推進ししててていいることを示していてこれが今後の販売や需要そして株価の評価にも影響する可能性があります。 では、こういったことを踏まえて最後に皆さんに聞いてみたいと思います。今回の FSD の無料トライアル、ギガベルリンの増産、ノルウェーでの評価、そしてイギリスの政策変更、これらのニュースを見て皆さんはテスラの未来をどう捉えましたか ?AI による運転支援の進化が実際の生活や判断基準にどんな影響を与えていくと思いますかまた、今後のテスラはハードウェアとソフトウェアのどちらに力を入れるべきだと感じますか皆さんの意見をぜひね、コメントで教えていただけます。 ければと思います。はいでは本日のコメント紹介します本日はキャンディー5233のコメントを紹介しますケン様配信ありがとうございますこのところナスダックの方向感が理解できませんプレ高なのに寄りで急落とかテスラは毎転したかと思えば引けは1.71%だが昨年のクリスマスラリーの再現をというコメントいただいておりますありがとうございます本当ここ最近方向感全くわからないですよねこれから年末にかけてまたぜひね上がってほしいなと思いますけれどもそこに対してはやはり市場 全体の方向感はい。ではね、本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 推進です。さて、僕自身、ちょうど1年前にオンラインサロンブレイクを立ち上げました。そこでの活動を今年してきましたが、参加された方の人生は今、大きく大きく動いていると思います。と言っても、僕の感想なんかでは信憑性もないので、サロンのメンバーの方にコメントをもらいましたので、紹介します。 ケンさんさオンラインサロン1周年おめでとうございます私も初期の頃から参加させていただいており毎回のサロンで皆さんと交わす会話をとても楽しみにしております物事の考え方というものは同じ価値観の人同士で話していれば心地よく自己満足も得られるものですしかし一方で心地よさだけでは成長につながらないとも感じていますケンさんのサロンではさまざまな立場や価値観の方々が自由に意見を交わし いろいろな角度から物事を見ることができる場となっており毎回新たな発見がありますその中で自分自身のポテンシャルを高めるきっかけにもなっていると実感していますまた私は人前で話すことが好きでつい話しすぎてしまうところがあるのですがこのサロンでは皆さんの話をしっかり聞くといういい学びにもなっています新規サロン生募集についてのご意見も出ておりましたが 近年は多数のサブスクに加入している方も多く、サロンのサブスク費用が参加のネックとなる可能性もあると感じますそのためゲートウェイとして2ヶ月限定50%オフなどの施策を試してみるのはいかがでしょうか定価を恒久的に避けてしまうと望まない層の参加にもつながる恐れもありますのであくまで期間限定で価格を下げ終了後は元の価格に戻すという形が望ましいと思います より多くの前向きでポジティブな方々が参加してくれればサロンはさらに面白くなると感じております。取り留めのない羅列となってしまい失礼いたしました。またサロンでお話しできるのを楽しみにしております。ではまたということでありがとうございます。このコメントにもあるアドバイス使わせていただきたいと思います。今月いっぱいまで募集したいと思いますけれども参加された方に限り12月と1月のサロンの値段を半額の2500円にさせていただきます。12月は東京でオフ会もしますので ぜひ気になる方は一緒にやっていきましょう多分普通に人生は変わると思いますこのコメントをくださった方は多分それを実感されていると思います今はサロンを通じてある事業を開始してガンガン動いてらっしゃいますこれからの人生たった一度の人生なんです このままでいいのか、もっと違う人生を歩んでみたい。そう思われる方向けのサロンですので、そう思う方はぜひ僕と一緒に人生を変えていきましょう。今月いっぱい募集したいと思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。